仙台市農業園芸センターは仙台市若林区にある農業園芸施設。伊達家31代当主、伊達国州が開いた養酒園を前身としており、養酒園を移転させる形で開園した。敷地面積は10万6986平方メートル。市民農園や芝生広場、大温室や栽培補助等の施設で構成されていた。 大温室のみ有料となっており、入館料は大人400円、小中学生200円だった。再整備にあたり、現在大温室は解体されている。入園料は無料、トマト狩りなど有料での収穫体験なども言っている。東日本大震災では、エネルギー棟で 81cm、倉庫棟で 77cm など、多くの施設が浸水被害を受けた。 多くの植物は津波の沿岸により越し、大温室の熱帯植物も長期間の停電によって空調設備が作動せず越しした。2013年5月農業再生に向けた支援拠点施設として再整備することを決定。PFI 方式を導入する方針であることが示された。3事業者から応募があり、ファームド NTT で高須タマサービス、 小室布引一護園の三社からなる共同事業体に決定。2014年3月19日に基本協定を締結。仙台市は施設の撤去、復帰を行い、2015年4月より20年間事業者へ土地と建物を対応することを予定していたが、共同事業体のうちの一社の不祥事が発覚し、協定を解除。仙台市は自転の JA 宮城に、 事業委託を打診したが、JA 宮城は、応募漏れした時点で、事業計画を白紙に戻しており、計画再開は困難であるとして三角を断念。再公募することとなった。2015年6月、収益性の高い農業推進拠点を、仙台ターミナルビル、農と触れ合う交流拠点を、日比谷花壇、日比谷メニスの2社からなる、共同事業体へ、それぞれ委託することが決定した。 2016年4月、リニューアルオープンし、ソロの愛称が公募により、緑の森に決定。2016年10月、トマトハウスにてトマト狩りの受付開始。ありがとうございます。